おはようございます。今日もユニークキャリアラウンジ始めてまいりたいと思います。だんだん550人目を超えてまいりまして、本当にいろんな方々にゲストをお越しいただいているんですが、今回は村田アンドリューさんにお越しいただきました。改めてよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回イベントタイトルに SS させていただいたところが、自分という存在をまあどう捉えて、どう向き合って、流れというものに対してどうこう生きる上では、あり方としても迎えあると良いかというところをちょっと改めて伺えればというところと、あとそこに、その考えとその周辺にある関係性や、もしくはそこに至るまでのプロセスも今回はぜひお伺いをできればと思っておりましたので、そこにこう価値観や、最近考えているテーマとして近い方はぜひ寄り添って聞いていただければと思いますし、あまり考えたことないなっていうテーマであるような方も、エッセンスとしてぜひ言っていただきたいテーマなので、今回はご覧いただきたい。あと、記事もぜひ読んでいただきたいと思っておりました。今回は村田さんのこれまでの人生の転機を事前にいくつか記録をいただいておりますので、なんかそこを遡りながら、なるほど、そういう転機があることで、そういう考え方が一つ備わっていくんだなというところとか、どんな経験があったんだろうというところを純粋にお伺いをしていくような時間を、主には取っていければと思います。今回、もちろん村田さんをご存知の方もご覧いただくと思うんですけれども、もともとはお知り合いでない方もご覧いただく可能性があります。なので、よければ一番初めに村田さんに自己紹介をいただきたいと思っておりました。今、どのようなことをなさってるか、自己紹介としてお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、簡単にお話すると、普段はフリーランスの小説家として生計を立てているんですけれども、オリジナルの作品を書いてオンラインとか、オフラインでも販売をしつつ、それよりもメインでやっているのは、人の話を聞いてその方の人生を小説にするという仕事を、やってます。あとは、そこで書いた作品を少人数で集まってお酒を飲みながら朗読する集まりを開いたりだとか、いろんなことを気ままにやってます。ありがとうございます。今すごくこう印象的でしたし、あとおそらく僕が高校生とか大学生の時にどんな職業になろうかな、もしくはどんな仕事に就こうかなと思った時に、今村田さんが添えていただいたような仕事や生き方というかですね、働き方があるんだっていうのは、ちょっと僕はアイディアがなかったので、すごく今それ自体に今興味というかですね、気になっていまして、なんかもし可能であれば、例えば最近こんな方のこんな人生をこう小説にこうしたためてみたとか、こんな方と実はそういうふうに話す場を設けたっていう、なんかそこら辺も少しこうお伺いできると、あ、なるほど、そういう空間、もしくはそういうコミュニケーションが村田さんの周りにあるんだなっていうのが少し想像がしやすくなると思うんですが、どんな方と最近は時間や空間をこうご一緒したとかって伺うことできますか？直近で書かせていただいた作品だと、はい。そうですね、その方はサラリーマンというか、エネルギー系の会社で働いてらっしゃる、40後半の方なんですけど、以前、この人生を小説にするっていう体験をしてくださった方の紹介で、依頼をしてくださって、オンラインでなんかお酒飲みながら2時間ぐらいゆるゆるとその方の人生について聞きつつ、どういう物語にしたいかのリクエストを聞かせていただいて、あとは何て言うんでしょう、その方の人生をほとんどそのまま小説にすることもありますし、本当その話を聞いて自分の中に浮かんできた物語を自由に書いてほしいみたいなこともあるので、今回はその後者として、ただただこんな感じの物語が今必要かなって思ったことを書いていったみたいな感じですかね。答えになってるかわからないですけど。ありがとうございます。いや、すごくよくわかりました。ちなみにそこに、こう、ご紹介とか、もしくは何かのきっかけで、村田さんがそういうことをなさってるってことを知った方々っていうのは、
いわゆるそのどんなことを求めてというか、どうしてその人たちは村田さんに話を聞いていただきたくて、どうして自分のそういった話を小説にしてみたいとこう思われるのかっていうのはすごく気になっていて、どんな気持ちで皆さんこう村田さんの元を訪れるんでしょうか。人それぞれではあると思うんですけど、なんかその前提として2種類の、仕事を僕がやってるんですけれども、はい、1つはもう人生を丸ごと小説にするといった内容で、もう一つはもう少しカジュアルにというか、コーチングとかを学んでいた時期もあったので、まあ、最近モヤモヤしてることとか、まあ、特にモヤモヤしてなくてもこういうふうにこれから生きていきたいと思っているとか、まあ、そういった話を短く聞かせていただいて、その場でフィードバックもしつつ、ちょっとその短めのその人がこれから大切にしていきたいであろうことを散りばめた物語を後日お守りとしてお渡しするっていう、まあ、2種類やってるんですけれども、なのでなんて言うんでしょう、求めているものとしては何かしらの形で自分の人生をアルバムではないですけど記録として残しておきたいとか、それを SNS とかでプロフィールとして何か何年どこどこ入社出社転職とかじゃなくて、もっとその人の生きてきたこう血の通った物語とかを求めている方がある種のプロフィールとして使うケースもありますし、まあ、その2つ目の方のお守りとしての物語だとか、まあ、人生を丸ごと小説にする時もそうなんですけど、何かしらその前に進むきっかけとしてのフィクションであったりとか、自分の中でこう凝り固まっている感情を溶かしていくことのできる話みたいなのを求めて依頼してくださる方が多いかなという印象です。ありがとうございます。すごくよくわかりました。結構こう皆さんは多分その時間自体、コミュニケーション自体にこう心を寄せてっていう方もいらっしゃれば、何か一つ自分のこれまでしてきたことを形にしてみたい、まあそれも自分でこう眺めてみてどう感じるかというかですね、うん、それもっていう感じもありますし、まあ、職務経歴書みたいなものではなくて、より自分ってどんな感情をその天気天気で持ってたのか、どうしてきたかみたいなところはすごく、もしかしたら聞いていただくことで出てくるものもあるし、書き留めていただくことで見直せることもあるしということで、なんか皆さん人それぞれの物語がこう村田さんを通して生まれる、なんかそんな対話の場所があるんだと思うと、なんかすごくまたそれを知れたら興味がある人も多いだろうなと思うので、なんかこの記事を見ていただけるといいなと思いながら、ぜひ今回はそこのそのアイディアと、そこにまあ向き合う村田さんの姿勢と、あとそこになぜそこに至ったんだろうかというところをですね、今回改めてお伺いができればと思っていました。で、今回イベントのプロフィールに書いていただいているところの、1つ目、1行目ですかね、生まれた場所と育った場所っていうのはライフログ、事前にいただいた天気には踏まえていただいてはいないんですけど、なんか一番最初にちょっとお伺いをしておきたいなと思っていまして、で、お生まれになったのと、過ごされた幼少期は日本ではなかったと聞いてまして、実際にこう生まれた場所はどこ で幼少期育った場所はどこ で、その当時もし覚えていらっしゃることがあれば、どんな方々とその時代過ごされたかっていうのって一番初めお伺いしてもよろしいですか。はい、生まれはアメリカのカリフォルニアなんですけど、はい、ここは半年ぐらいで生後半年ぐらいで日本にもう来てしまって、で小学校1年生の時にベルギー、ヨーロッパのベルギーという国にまた父の都合で移り住むことになって、で小学校を卒業して中学からは日本というバックグラウンドなんですけど、なんて言うんでしょう、なんかその小さい時から全然見た目が違う人、まあ、子供も街にいる大人もですけど、と日々コミュニケーションをとっていたので、なんかそのなんて言うんでしょう、垣根を感じないというか、あんまりは人見知りしなくなったかなっていうこととか、なんかこう、世界は広
広くて自分は小さいみたいな感覚を、まあ、なんとなくその時に芽生えていたのかなっていうのは今思います。なるほど。じゃあ本当に生まれたのは、まあ、半年ぐらいはアメリカにいらっしゃって、そこから一度日本に来られて、そこからさらにベルギーに行って、で、小学校卒業したタイミングでまた日本にっていう、その短い期間で3カ国をこう行き来してたような感じなんですね。ほど。ありがとうございます。その2つともきっかけは、お父さんのお仕事が関係してるんですかね。そうですね。わ かりました。ありがとうございます。で、当時、多分小学生ぐらいになると、ご自分の感覚とかもいろんなものがこう自覚的になってくると思うんですけど、多分そこでもまたこう肌の色も違ければ文化圏も違くて、なんか顔立ちも違うような人たちと、なんか自然とコミュニケーションを取っていくことで、多分先ほどのような垣根のない感覚、国のというなんかこう、あれはあれど、国境を取っ払ったらみんな、まあ、同じ星のもとに働いてる、生きてるみたいな、なんかただそれであるっていうところまで、こうなんか感覚がぐーっと広がるようなことって、なかなかこう大人になってからだと、まあ、学生時代に旅をしたりとか、なんかそういう経験でもなければ、なかなかナチュラルに捉えがたいので、そこを幼少期で、割とこう、自然とナチュラルに感じ取っていらっしゃったんだなというのと、ちなみにこう、僕もそうですし、もしかしたら、そういう方も多いかなと思うんですけど、ベルギーの、国のことや、なんかこう、雰囲気や、いろんな、まあ、食べ物もそうなんですけど、あまりこう、イメージできる情報を持ってる方が少ないなと思うんですけど、なんか小学校の時にこう、過ごされていた時っていうのは、こう、例えばベルギーの小学生って、そんなに違わないかもしれないんですけど、なんかどんなことして遊ぶんだろうかとか、そのベルギーで過ごしてらっしゃった小学生時代は、どんな友達とどんなことにハマっていらっしゃったかとかいうので、ちょっとなんか伺ってみたいポイントの一つでもあるんですが、ちょっとこう記憶に残ってらっしゃる範囲で、そのあたりって、どんな遊び方、過ごし方されてたか、少しシェアいただけたりってできますか？なんか多分子供の遊び方は全世界共通というか、とにかくこう友達と公園で集まったり、家で集まっていれば、まあ何をしても楽しいっていう感じだと思うんですけど、結構小学校6年間習い事がいろいろ多かったので、友達と遊ぶ時もありつつ、まあ習い事先でなんか現地の子と一緒にスポーツをしたりとか、まあ、英会話とかもやってたので、そういう習い事が多かったですかね。あんまりベルギーっぽくなくて申し訳ないんですけど。なんか当時、小学生時代に住んでらっしゃった周り、環境的には、例えば結構都心だったとか、もしくはもうちょっとこう、都心から離れて、郊外のこんな場所だったとかっていうところで言うと、どんな環境がご自宅の身近な環境だったんですか？僕の住んでた家自体は、なんて言うんでしょう、まあ、いわゆる渋谷とか新宿が都心で、ベルギーの首都はブリュッセルというところなんですけど、EU の本部があったりとかするところは、まあ、結構そういった都会に近いんですけど、そこに電車で20分ぐらいのところだったので、程よい街というか、自然もありつつ、道も広くて、っていう、まあそうですね、郊外みたいなところに住んでると思います。ございます。そこでこう育たれて、で、皆さんとこう友人と過ごしていらっしゃって、で、そこから卒業と同時に日本にっていうお話ありましたけれども、その時は、そうですね、今一つ目の転機いただいているのが、おそらく年齢で言うと20歳の頃と記録をいただいてまして、で、ここの1個だけ手前をまたちょっとお伺いしたいんですけれども、この時、記録いただいているのが、名古屋大学の中退をするというふうに見出しをいただいているんですけれども、この名古屋大学自体に入学をした時について少しもう一つお伺いしたいんですけれども、当時はこう高校生でいながら、なぜまあ名古屋大学をこう一つは志望当時されたかっていうところと、あとは、名古屋大学に入学した後っていうのは、実際にこう学部や学科の中で何を学んでおられたかっていうところを、
ここをちょっと最初に中退の前の転機としてお伺いすることは可能でしょうか。そうですね、最初に名古屋大学を受けようと思ったのはいろいろあるんですけど、当時は教育について学びたいという気持ちがあって、でなんかまあ文部科学省とかに入りたいなみたいな気持ちがあったので、なんかまあそんなちゃんと調べてもいないんですけど、国立 の, できるだけいいところに行っといた方がいいかなみたいな、こう漠然とした感じとか、兄が上京して大学に通ってたので、まあ、別に家計が苦しいわけではないんですけど、なんかまあ2人とも出てったら寂しいかなみたいな感じで、とりあえず家も近かったので、まあ、名古屋に残るかぐらいの、結構あんまりちゃんと考えずにそこは決めたんですけど、まあそのせいもあってか入ってみるとあんまりその授業自体であったりとか、まあ、名古屋っていう名古屋は好きなんですけど、結構その、選択肢の東京とかに比べると活動とか、まあいろんなものを体験するにしても選択肢が限られている街だと僕は思っているので、はい、そういった点でちょっとこうここで4年間過ごすっていうのはあんまり今自分が求めていることではないなと思って、もう1年生の前期で休学届を出して。いろんなところに行き始めたっていう感じです。ありがとうございます。で今転機の一つに触れていただいたところが、いろんなところにっていうふうな添えていただきましたけれども、そこでこういわゆるそうですね、1年でもこう通われて、でいろんな違和感をこう持ちつつも、一つはこうそこをこう飛び出して。また違う人生の歩み方を始めようっていうふうに決断するときっていうのは、こう、例えば人によっては、いや、でも大学入学したしなっていうところとか、まあ1年通うとか、なんか卒業しとけよってなんか言われるしなとか、なんかいろんな、こう、踏みとどまる要素をこう突きつけられて悩む方も少なくはないと思うんですけど、村田さんの場合は、あ、ここではないのかもなと思ったところから実際にここを飛び出そうっていう決断をするときっていうのは、やっぱり葛藤や少しこう踏みとどまるような気持ちもあったものなのか、まあ、それとも潔く、いや、ここではないっていうのはもう分かったしなということで決断なさったのか、なんかその節目の時期っていうのは、当時はどんな感情というか、どんな状況だったんでしょうか。まあ、その3年生の末に中退したんですけれども、はい、その時ですでに、休学が3分の2で、3分の1、在学してるけど、まあ、授業を受けずに、はい、やりたいことをやってるみたいな感じだったので、はい、もうなんか、さすがに、時がもう、合わないっていうことを証明しているだろうっていう感覚もありましたし、その休学の期間に、自分で興味のある企業を、にまあ、アルバイトという形で働かせていただいたりと か, なんか本当にいろんな生き方をしている人たちに出会うことがあったので、そんなにこう学歴がないと生きていけないとか、ちゃんと新卒で企業に入ってみたいなことをしなくても自分は幸せに生きていけるんじゃないかなっていうのが感覚としてもあったので、あんまり葛藤とかはせず、もう潔くやめようかなっていう感じでスルッとやめました。 ありがとうございます。なんか多分そこがですね、どれぐらい違う世界をこう知っていたり体感しているかで、多分この道しかないんだっていう感じになるか、まあでもいくつかあるから、まあ、どれか選べばどれかにはなるだろうっていう、こうフラットに考えれるかっていうのはすごく分かれ道だなというのと、あと一番初めにこう大学通いながら、少しずつこの時間の使い方としていろんな人に会ったり、まあ、いろんな場所で働いてみたりっていうことを始めたのっていうのは、最初こう違和感を持った時にここじゃないかもなと思ってから、そこに至るまでっていわゆるアルバイト情報を見たりとか、なんか身近な人にまずは話聞きに行ったりとか、なんかそんなところから最初って始まったんですか？最初は、
ゴールデンウィーク、1年生になって、ゴールデンウィークの時に、いわゆる発展途上国に行ったことがなかったので、タイに1週間ぐらい行って、まあ、バックパックしつつ、ちょっとこうボランティアとかに参加してたんですけど、その時に国際協力に対して、特に教育の分野で自分が興味があるなっていうのを感じたので、そこから、なんて言うんでしょう、いわゆる求人媒体とかを調べるっていうよりは、その自分のイメージしてることに合致するような活動をしている団体はないかなっていうのを探して、で、なんかこうピンとくるスタートアップが東京にあったので、まずそこにジョインしたら、もうなんか、なんて言うんでしょう、その先いろいろ芋づる式にというか、こうつながっていった形でした。ありがとうございます。そこら辺は多分一つご自身がこっちかなというふうに行動なさって、でそこでこう行き着いた場所からまた改めて同じような方々との出会いやきっかけがどん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 こう展開していったみたいな、いわゆる流れができてきたっていう感じだったんだなというのは想像ができましたので、そこはまず一つ転機を伺いましたというところと、この20歳の時、一つ区切りを迎えた後は、こう、いろんなところに多分出向かれて、ここに記録をいただいている中でいうと、2ヶ月間ぐらいですかね、旅をなさっていたというふうにも書いてありますけれども、ここはちなみに、少し聞き方が雑になってしまいますけれども、この2ヶ月はどんな国に出向かれて、その期間、ご自身としては、どんなことを得られた2ヶ月だったかっていうのも少しおすそ、シェアいただきたくてですね、そこも少し伺えますか。そうですね、20歳になった時に、まあ、小説を書いてみようかなっていうふうに思い立って、で、なんか散歩してたらこう、こういう話を書こうみたいなのが浮かんできたというか降りてきたんですけど、それが主人公が世界をバックパックしながら自分自身と向き合っていく物語だったので、せっかくなら同じルートを旅しながら、その情景を描写していこうかなと思って、で、まあ、ルートとしては日本からまず中国に入って、そこからインド、パキスタン、イラン、トルコを、陸路で抜けていって、トルコからギリシャをヒッチハイクで国境を越えて、まあ、本当はエジプトまでたどり着く物語の方はそうだったんですけど、現実の方は資金が尽きてしまって、結局ギリシャから船でイタリアに渡って北上してミラノから日本に帰ってちょうど2ヶ月ぐらいでした。旅のきっかけやコンセプトとしては、旅に行こうということよりも、その実行したアイディアとこう一緒にこう巡ったような旅の仕方だったんですね。そうですね。なんか実際にじゃあ、その間、旅をしている間もいろんなこう思いを書き留めたり、浮かんできたことを書き留めたりしながらの旅をされてたんですか？結構その長距離バスの移動とかが多かったので、その合間にもう小説そのものの文章をノートに鉛筆で書き綴ったりとか、まあでもせっかく海外を旅しているので、ずっと書いていたわけではなくて、いろいろとこう、なんて言うんでしょう、観光っていう感じでもないんですけど、どういう人たちがどういう生活をしているのかなっていうのを自分の目で見に行ったりとか、まあ、ヒッチハイクもしましたし、はい、そうですね。ただ楽しんでました。いやー、なるほど。めちゃめちゃ今、聞いてるだけでも、ワクワクするなと思いますが、ちなみに、一番最初、旅を出向かれる前に、小説をっていうふうに、こう、そのアイディアを、こう、受け取ったっていうのは、何かそれ以前に、なんか小説自体にご自身としてこう思い出があったり、まあそれを書いていくような働き方も自分にとっていいんじゃないかっていうのは思ってらっしゃったんですか？それともその前触れはあまりなく、それの方が直感的に心地がいいなっていうふうにこう着想されてだったのか、なんかその手前がすごい気になっていてですね。まあ、ある意味ではその直感的にふと
なんか小説書いてみたらいいかもしれないとある日思ったっていう部分もあるんですけど、まあ、前触れみたいなものはおそらくあって、その休学を1年生の時にしてからずっと自分は何をして生きていきたいのかとか、どんなことを表現したり伝えていきたいのかっていう問いを模索し続けた2年間ですかね。で、その過程で前半は社会、いわゆる社会起業とか、そういう、まあ、コーチングとかですね、分野に興味を持っていたんですけど、だんだんアートとか芸術に自分が本当は関心を持っているんだなっていうことに気づき始めて、だ自分が今すぐできるものづくりというか、何か作品を作れるとしたらそれは何だろうって考えた時に、まあ、文章なら書けるだろうし、本を読むのは小さい時からずっと好きだったので、とりあえず小説書いてみたらいいかなみたいな感じだったと思います。ありがとうございます。多分いろんなこう、これまで感じてたこととか、こうご自身の中に残ってきたものの、多分いろんな積み上げもあり、タイミングもあり、その時は多分そのアイデアにこう、結実したのかなと思い伺っていました。で、そこからこう帰国をされて、で、次にいただいている転機の一つが23歳で、まさにプロフィールでお伺いした、触れたところのお仕事になるんですけど、人の人生をこう小説にするような取り組みやお仕事を始めるっていう見出しをいただいているのが、この23歳の転機なんですね。で、これはまた先ほどまではこう小説にしたためるっていう、それ自体は、伺ってたんですけれども、それをこう人の人生をこうまたしたためるような物事に対してこう、なんでしょう、向き合うというか、そういうお仕事にまたこう、ご自身の中でアップデートされたこの変化を感じたんですけど、それはまた改めてどうしてこう人の人生を小説にしたためるという方にこう着想やきっかけが至ったのかっていうのを、そこをちょっとまた経緯を伺えますか？そうですね、前提として、まあ、今もそういう仕事をしてるんですが、いわゆる小説家としてデビューをして、本を出して、それでこう食べて生きるようになりたいという夢は二十歳の時から今までずっと変わらずあるので、最初はその何て言うんでしょう、まあでも二十歳になって初めて小説というものを書き始めたので、でもちろん中退したら仕事もしないといけないですし、まあいろんなところ、名古屋を出て東京とか熱海とかも住んでたんですけど、好きなところに住んで好きな仕事をしつつ、まずは自分の作品を書かなきゃなっていう思いがあったので、いろんな形で文章を書いて、でその新人賞とかに出すためにまとまった長編を1本仕上げる必要があったので、それを22歳23歳ぐらいで書いて、でようやく応募とかができるようになったので、そこで多分一旦落ち着いたというか、なんかコンスタントにそのたまに遂行を重ねつつアップデートして応募し続けられるものが自分の中にできたので、あとはそのオリジナルの作品を書くというより何か新しいことを始めたいなっていうのを、その23歳の時、ちょうど1年前ぐらいなんですけど、に思って、何でしょう、まあ多分コーチングとかをやった経験があったりとか、人の話を聞くのがもともと好きだったので、その話を聞く部分と自分が物語を書くことができるっていうことを、そのただ好きな作品を作るだけじゃなくて、誰か目に見える人の、求めてることに対して使えないかなっていうのをだらだらと考えてた時に、なんか2つを組み合わせてみたら面白いかもなと思ったんだと思います。いや、ありがとうございます。なるほど。いや、この組み合わせは、いわゆるその、なんとなく伺うと、あ、組み合わせとしてありだな、確かにっていうふうには、すごく思ったんですけど、組み合わせるっていう発想がなかったので、なんかその経緯や着想のきっかけが気になったポイントではありました。で、実際にこの23歳の時、まあ、もしくはこの次の
24歳の天気にも記録を見出しをいただいてるんですけれども、実際にこうご自身が小説を届けたりして、だんだんこうご自身自体のこう生計もそれでこう立てれるようになってきてっていうところを23歳から24歳で記録をいただいています。実際にこう一番最初もしくは1人目2人目のなんかこう物語に触れた方々っていうのは、なんかちょっともし覚えていらっしゃればなんですけど、その方々とはどんな出会いで、またどんな物語を当時こうお聞きになったかとかって、1人目2人目の本当最初のお客様というかですね、あの物語を一緒にこう作った方々っていうのはどんな方々だったかっていうのって、少し記憶にある範囲に伺うことできますか？はい、これまで書かせていただいた方はきちんと、あの記憶してるので、あのしっかり覚えてるんですけど、最初あの Facebook にこういうことを仕事を始めようと思いますっていう投稿を試しにしてみて、それで興味を持ってくださった方が、たくさんいらっしゃったので、そのつながりの中から仕事を始めていくことになったんですけれども、あのとはいえ僕もあのオリジナルではなくて、話を聞いてそれを小説にするっていうことはやったことがなかったので、まず初めは高校時代の、あの後輩ですね、1個下の、あの女の子がいて、彼女がその僕がインタビューした当時外務省に入るためにこういろいろと悪戦苦闘していて、まあ、そういったところの相談に乗りつつ、あの小説を書くよという形で、まあすごいこうなんて言うんでしょう、つながりの中でも連絡をもらったつながりの中でもこう近しい関係だったので、そこからスタートした方がいいかなというのでやってみて、あこれはいけるっていう手応えをつかんで、その後はもう本当にすでにつながっていた方々もそうですし、その方々が紹介してくださって初めてあの Zoom で顔を合わせるような方とか、はい、少しずつそのいろんな話を聞いてそれぞれ違う物語にしていくっていうのを、あの力として磨いていったかなと思います。なるほど。その時にちょっと感覚的かもしれないんですけど、手応えを感じたポイントっていうのは、いわゆるそれを受け取った方がすごく喜んでくださったことで感じたものなのか、その聞いていったり書いていく過程でご自分としてもこう手に分かるこの手応えみたいなものがあったものなのか、当時は何をもってこうご自身の中で これかもしれないっていうのは感じてらっしゃったんですか？そうですね、両方ちゃんとしてあったと思います。あの、一つは実際にこう書き進めていく中で、なんか困ることがなかったというか、あの筆がいわゆる止まるっていう経験が一度もなかったので、意外とスラスラ書けるんだなとも思いましたし、なんか自己肯定感が高い人間なので、作家の方ってこうすごい、優れた物語を書く方でも、いやこんなんじゃないみたいな、まあ、アーティストの方ってそうだと思うんですけど、僕は結構適当なので、なんか意外といい話書くじゃんみたいなこう感覚もありましたし、まあそうですね、でも何よりも相手が喜んでくれたっていうのは手応えの中でも一番大きかったと思います。じゃあご自分としてもお相手としても、あこれはすごくどちらもこれだけ笑顔になれるというか嬉しいものなのであればすごくいいなと、高校当時直感的にも、あのその背景的にも感じておられたんだなと思いですね、そこはすごく印象的 でそこから24歳の時ですかね、あのすごくこう印象的、もう一つあの転機としていただいているのが、これまでの物語、まあ、いわゆる今、追いながら伺ってたところではですね、いわゆるそのご自身が、小説を書くというところと、あとそこに付随して、村田さんの感性と、まあ、その特徴を生かすとなると、あとこう単純な小説を書くというよりも、こうそういった人と物語を共有したりとか、それを聞いていってしたためる
で、それもまたこう、お互いにお守りにしたりとか、何か人に見せるプロフィールにしていただいたりってことを始めてると。なんかそこの流れがすごくこう印象的で、そこからつながったご縁や、いわゆる生まれた流れやつながりもお持ちだったのかなと思うんですが、なんか伺っていると、その流れがですね、またこう一つ育まれるというか、生まれるような転機として、24歳 の, あの最後の転機の記録をいただいているところもすごく気になっていたんですけど、ここでこう、いわゆるつながりを育む機会が増えるという見出しをいただいていて、こう小説を書く、もしくはそこで出会う方々にとどまらない、なんかご縁が広がるきっかけをいただいているなと、その様子がちょっと伺える転機をいただいているなと思うんですね。で、この24歳の時に、改めて例えば、バーの店長をなさったりとか、その他カフェにこうご自分の場を持たれたりっていうのを書いていただいてるんですけど、これもまたこう、どういうご縁で、どんなきっかけで、こう、その調節を書くという役割というか、ポジションと、外対峙する方々以外までこう、つながりがどうしてそこまで広がったんだろうかっていうのが気になっていまして、改めてこういったバーやカフェにご自分の場が拡張したのって、それぞれどんなきっかけだったかっていうのを覚えていらっしゃる範囲で伺うことってできますか？はい。23歳の時に、話を聞いて小説を書く仕事を始めた当時が、本当にコロナウイルスが蔓延していた時期だったので、一旦いろいろ都合もあって、名古屋にある実家で過ごしてたんですけれども、なんて言うんでしょう、小説を書くのって、まあ、この話を聞いて作るとはいえ、最終的には孤独な作業なので、まあ、それが好きでやってはいるんですけど、いわゆる、なんでしょう、ウェルビーイングのバランスとして、ただこう、小説を、しかもリモートでずっと書いているみたいなものは、こう、あんまり、なんて言うんでしょう、不健康だなというか、まあ、もっと人とつながりたいなみたいな思いがずっとあったので、まあ、かつコロナが落ち着いたら東京の方に戻ってきたいという思いもありましたし、その流れで、シェアハウスがすごい好きなので、なんかどっかいいところないかなっていうのを調べていた時に、友人が今住んでいる小飽きないハウスのことを書いてくれていて、そこからオーナーというか、まあ、発起人の方ですね、さっき出てきた武美さんという方につながって、で実際に見に来て、もうその日に入居を決めて、でそもそもゴミ収集車が多分大丈夫そもそもその小脇のハウスに魅力を感じた理由が、シェアハウスと同じビルの中にソーシャルバーポルトという一日店長が毎月決められた曜日でできる場があったりとか、まあ、1階のカフェももともとは車庫だったところを改装して、なんて言うんでしょう、まあいわゆる僕のように好きなことをちょっとずつこう仕事として育んでいきたいと思っている人の背中を押していくようなコンセプトを持ったカフェ兼イベントスペースみたいな、しかもそれから、なんて言うんでしょう、これからみんなで作っていくみたいな段階だったので、まあ、そういったところにきっといろんなつながりも生まれるだろうし、求めているものがあるんじゃないかなっていう感覚があったので、まあ、そこに飛び込んでみたら、実際、本当に最近は日々、まあ、バーの方でもそうですし、カフェの方でもいろんな出会いがあって、ただ楽しんでいると、なんか、まあ、仕事とかに興味持ってくださって、依頼につながることもありますし、そういった展開だったと思います。なるほど。なんか当時、そのシェアハウスとバーをこう見学されて、知り合いがいらっしゃったっていうのも背景としてはあると思うんですけど、最後、なんていうんでしょうね、こう住む場所を決めるっていうのも一ついろんな直感やその理由や物事が絡むと思うんですけど、村田さんがここだなと、なんかここだなと思ってこう住もうと思った時っていうのは、そのいわゆるバーとまあシェアハウスとこういうものがあるんだっていう、まあその仕組み自体がすごく関心がやっぱあったのか、それとももっと全然違う理由で最後は
ここに住もうって決められたのか、なんか当時って何がご自身の中では決め手というか、惹かれた部分だったんですか、うん、その場に対して。そうですね、まあ、仕組みとか環境自体が面白いって思ったのもありますし、でも何より実際に遊びに来た時に出会った住人の温かさとか、あ、この人たちのそばにいたいなっていう感覚があったので、それが一番の決め手だったと思います。なるほど。なんかちなみにもし可能であれば、なんか村田さんがこう出会った皆さん住人の方々の中で、いやこの人素敵なんだよみたいな、なんかその住人さんのちょっとだけどんな方が一緒に住んでらっしゃるかって伺えたりしますか？それで言うと全員素敵だと思うんですけど、そうですね、なんでしょ う, そう、全員素敵だと思うので、一人をピックアップするよりかは、まあ、どう素敵かという話をすると、なんて言うんでしょう、まあ、2つシェアハウスがある中で、フリーランスとして生計立ててるのって意外と僕だけで、みんな会社に勤めながら傍らで自分の好きなことをやったりとか、まあ、自分のものというより人のやっていきたいことをサポートするみたいなことをしているんですけど、なんかやっぱ企業に勤めたことがない身としては、平日5日間で、しかもみんな結構その仕事を頑張るタイプの人たちなので、まあ、それを楽しんで頑張ってると思うんですけど、なんか純粋にリスペクトがあるというか、すごいそんな働けないなみたいな、こういう意味ですごいこう尊敬してる面もありますし、なんか僕だったらそんなに忙しかったらこう仕事以外のことにエネルギーを向ける余力がないんじゃないかなと思うんですけど、でもみんなはなんかそういう仕事をしつつも、例えば僕がたまにやってる読書会に参加してくれたりとか、何か自分で始めていこうしてたりとか、なんかそういうところがすごい素敵だし、なんて言うんでしょう、力になれることがあればなりたいなとは思います。なるほど。なんかそのあたりがこう一見すると、その例えば個人事業主か何かとか、フリーランスか会社員かみたいな感じで、こうすごく極端ななんか住み分けをした方がめちゃめちゃ分かりやすいし、なんかそういう働き方どうするんだみたいな、なんか情報や議論が多くはなってますけど、別に会社員という中にもグラデーションはありますし、なんか人によって働く理由や意義や、まあ、あとはそのそれ以外の時間の使い方とか目的も全然変わってくると思うので、なんかそういうメインはこういうふうな働き方をしているけれども、ここに行くことが都合上多いけれども、なんかこうサブ的にどんな場があって、なんかその人たちとどんな話をよくしていてっていう方が、なんかこう意外とその人の人生を作るのにいろんなきっかけがあったり、なんか面白さというかその人らしさがにじみ出たりとかして、なんかそういう空間もなんかこう皆さんで共にしてるっていうのは、すごくこうシェアハウスやバーが併設されてる場所とか、あとは皆さんいらっしゃる方々の個性も含めて、なんか素敵な空間だなというのと、なんかそんな場所で過ごしていると引き出されるものとか、なんか改めて見つかるものっていうのもたくさんありそうだなと思って、今ちょっとイメージをしていました。ここまで伺ったところで、これまでこうどんなプロセスを歩んでこられたんだろうかっていうのは主にお伺いしてたんですけれども、もう少しこう改めてお伺いしたい別の質問とかもさせていただきたいと思っています。でもし関谷さんの方で今聞いていただきながら気になったポイントとか、もう少しこう関谷さんの視点で聞いてみたいこととかが生まれていたりしたら、ぜひちょっとまたチャットにもちょっと寄せていただければとは思っております。ここからちょっと先に質問をさせていただければと思うんですが、今ももちろんそうだと思うんですけれども、皆さんのお守りになるようなもの、もしくはプロフィールになるようなもの、そういう物語をこう一緒にこう紡いでいく、もしくは聞いて、形にしていくっていうことっていうのは、すごくこう、なんて言うんでしょう、いわゆる書き手の方の感じ方や姿勢によって、その一つの出来事や受け取った物語がどうアウトプットされるかっていうのは一つこう変わってきたりとか、書き手の個性や受け取り方もまたこういい意味で交わる共同作業かなというふうになんか感じたんですね。なんかその上で村田さんがその
皆さんの出来事や話していただくエピソード一つ一つに、なんかどういう姿勢で向き合ってらっしゃるんだろうかってところと、書くときやアウトプットするときや受け取るときにどんなことを大事になさってるんだろうっていうのはすごくこう気になったというか、お伺いしたかったんですね。なのでこんな風にその人の物語にこう向き合っている、寄り添っている、もしくは受け取った後に物語にするときにこんなことをこう、考えを巡らせるときに気にしている、考えている、なんかそういう心がけや意識していることがあれば、ちょっと無意識化でやってらっしゃる可能性もあるので言葉にしていただくのも難しい面があるかもしれないんですが、ちょっとぜひなんかそこを伺いたいなと思ってまして、いくつかお持ちですか、やっぱりこう向き合い方や意識されていることっていうのは。まあ基本的には感覚でやってるとは思うんですけど、はい、なんか多分そこをあえてたくさん言語化したり、こうルールを設定してしまうと、それにとらわれてしまうので、あんまり普段は意識してないんですが、あるとするならば、ジャッジをしないというか、もともと本もたくさん読みますし、あんまりなんかこう抵抗を感じるものってあんまりないので、そのどんなものが、やっぱ人生なのでいろんなことが起きるわけで、どんなものが出てきたとしても、それに対して僕は何も言わないですし、これは書かない方がいいかなとかもそんなに思わないというか、なんか本当にありのまま書いていって、で何より大切なのはその最後の調整の部分というか、やっぱり形に残るものなので、書かせていただいたものを読んでいただいて、でもうちょっとこうしてほしいとか、ここはこうしてほしいみたいな、リクエストを受けて修正する部分、多分一番気を配ってると思います。なるほど、なるほど、ありがとうございます。すごくこう事前にいただいてたライフログ、人生の転機の一つ一つもそうですし、あとそれこそ今回イベントのタイトルにもある部分なんですけど、やっぱりこう全ての人がその物語の主人公であるっていうメッセージというかですね、一言、これはすごく、めちゃめちゃ大事というかですね、そう思って生きていたいってすごく願いたくなったんですね、この一節をいただいて。いや、なんかそこはすごくそういうふうに改めて、あ、そうだよなと、自分の物語の主人公は自分であっていいんだよなっていうふうに、なんかおそらく感じ取れたり思い出せる時間空間に当たるのかなと思ってですね、そこはすごくその取り組み自体がそういうふうな思い出せるきっかけになれるとすごく嬉しいことだなというのと、あとそれこそもう一つ、ちょっと関谷さんのコメント後でぜひ伺わせていただけたらと思うんですけど、もう一つちょっと伺いたいのが、そのイベントのタイトルにも添えさせていただきましたし、その他事前にも聞いていたのが、その自分という存在を手放してこう流れに従って生きるっていうことにもこう触れていただいたりしてるんですよね。でこれがですね、少しやっぱポイントだなと思うのが、どうしてもこう例えば流れを自分で作って成果を出すんだっていうこう向き合い方とか、こう流れというものにこう逆らうようにこう自分のなんとかこう意思やこう目的を貫いていこうっていう風なモチベーションで、僕自身は実際に働いてた期間もあったりとか、なんかそれでこそだみたいな、こうそれこそ強さだみたいな時が、考え方があったりしたんですけど、なんかそれはそれですごく疲れたというか、なんかいわゆる流れを引き出すならば逆行してるような感覚も正直当時やっぱあったりしたんですよね。でそこからちょっとこう流れに沿うとか従うっていうことも一つこう大事だなと僕は感じられたことがあったんですけど、なんかそれってなかなかこう普段一生懸命働いてたりすると忘れてしまいがちというか、なんか一つ必要なエッセンスでもあるだろうなと思うんですよね。でこれはこう村田さんにとって、いや、その自分という存在をこう手放すっていう感覚とか、もしくはその流れを意識したタイミングとかっていうのは、今までこう伺ってきた二十数年の中でなんかどんな時だったんだろうかっていうところと、こうどんなタイミングでそういう着想というかですね、感覚をまた改めて自覚的に捉え始めたのかっていうのはすごく気になっていまして、こう今から振り返っていただくと、どんなタイミングやどんな経緯きっかけでこの自分という存在を意識したこととか、まあ、それをまた手放すっていう、こう向き合い方と、
出会われたのかなっていうのは気になってて、その辺いつ頃かって少し思い返していただいて、タイミングがあったりしますかね。そうですね、大学に入っていろんな活動とか仕事をする中で、まあ、もちろん二十歳の時に小説を書き始めた時もそうなんですけど、こうなんて言うんでしょう、結果を出さねばみたいなこう衝動で何かをする、何かをし続けているとだんだんこう生きづらくなってくるというか、すごくモヤモヤしてくる自分っていうのがもう本当に頻繁に現れていて、それは何なんだろうっていうふうに向き合っていった時に、もちろんやりたいことはありますし、それをこういうふうに実現していきたいっていうイメージは想像して、それをある種の北極星として目の前の日々を送っていくっていうスタンスは変わらないんですけれども、なんかそれの通りにことを進めなければいけないんだとか、こうここにたどり着きたいからそれ以外のものはこういらないみたいな、こう一直線に進むみたいなことには、おそらくその自分の中に焦りとか、なんかこうこれを実現できなかったら自分は何者にもなれないとか、なんか何かが無駄になってしまうとか、そういう不安や恐れが原点にあるんじゃないかなっていうことを、その繰り返しモヤモヤを抱える中で見出していったので、多分なんて言うんでしょう、その1回の体験でガラッと変わったというよりかは、そういった積み重ねでやりたいことをやっていく生き方はもちろんしたいけれども、同時に自由であることの方が大切だと思ったというか、なんかそうですね、ちょっとずつ育まれていった感覚なんだと思います。ありがとうございます。そのあたりはおそらくご自身の中でも感覚の変化とか出来事に対するこうアップデートされていったものがつどつどありつつ、いやでも心地いいところとなんかそうではないところみたいなのを多分ご自身の中で考えたり観察していった結果、だん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 今の言葉にというかですね、記録いただいたり、添えていただいた言葉にこう形になってきたのかなっていうのはお伺いができまして、あと関谷さんがこう触れていただいている見方というか視点がすごく印象的だなと思ったんですけど、家の建て方に似ていますねってコメントいただいていて、あ、なるほど、その視点があるんだっていうのはすごくコメントさっき拝見してて思ったんですよね。なんかもし関谷さんお声出し可能そうであれば、今村田さんのお話を伺っていただいて、どのあたりがこう家の建て方にこう紐づけて感じ取っていただけたかっていうのはすごく気になっていたんですけど、なんかその辺でシェアいただくことできますか。あ、わかりました。はい、おはようございます。おはようございます。先ほどからお話聞いていて、本当に家づくりと本当に出会ったところいっぱいあって、で多分書いてもらう側は多分書いてもらい方が分かってないんです。言えたらね、多分アンディさん側は多分書き方は分かっているけれども、その人の言うたら言語化って言ったらいいんですかね、そのエピソードを聞いてから、あ、こういうことなんやっていうんで分かりやすく説明しながらフィードバックしていくっていうのが、一から家建てるときの何回も何回も打ち合わせするときは、本当に建て主さん、施工主って言うんですけど、施工主さん、先生さんか、先生さんは要望はすごく言うんです、言うたら。うんうん、でも、これはこうしたらいいんじゃないかっていうの、どうしたら実現できるかっていうのが分からないので、建築士さんなり、大工さんなりに相談しに行くんですけど、そのやりとりと本当に似てるなと思って。なるほど。だから、開放的な、抽象的なんですよ、すごい、要望って結構、うん、広いキッチンにしたいって言っても、その、建蔽率の問題とか、うん、他の部屋数の問題とかにもなりますし、日当たりの問題とかにもなるから、あ、じゃあ、こう考えたら、じゃあ、こうしましょう、こうしましょう、こうしましょうって言っていくのが設計士さんたちの仕事。うん、で、そうやってやっていくのも、だから、
とこういうふうにこういうふうにやっていきたいんです、でこういう感じでとかって言われたら、イメージでとかって言われたら、ちょっと悲しい感じでって言われたら、ああじゃあこういう言葉使って、こういう言葉使って、こういう背景があって、こういうことをやってっていう、多分調べまくると思うんですよ、うん、調べまくってから表現の仕方を考えながら、じゃあこうしましょうって提案するのが多分アンディさんの仕事だと思うんで確かに、なるほど、うん、ありがとうございます。うん、確かに。とか結婚式の作り方にも似てますね。なるほど、なるほど。うん、ここでこういうふうなことしたいです、ああいうことしたいですつって、プランナーさんと打ち合わせしていってっていうんでやっていくんで、面白いですね、確かに。うん、いわゆるその思いとか物語を持ってらっしゃる方と、まあ、その形にしていく伴走者でありつつ、うん、それがこう建築物としてアウトプットされるのか、そういうセレモニーとしてアウトプットされるのか、うん、まあ、その場合は小説としてアウトプットされるのかっていう、こう違い、うん、出口が違うということで、そのプロセスはどういう、うん、そうですよね、どういう役割なのかっていうのは近いんだなっていうのは、今改めてちょっとこう複眼的な視点をいただいたので、いや、めちゃめちゃこう確かに面白いなと思って伺ってました。ありがとうございます。ちょっと時間がですね、いいえ、とんでもないです、ありがとうございます。ちょっと時間も迫ってまいりましたので、今回の村田さんのこれまでのプロセスをお伺いし、少しこう、その上でもどんな向き合い方というか、どんなことを大事になさっているのかっていうのを最後お伺いができましたので、その上で今後村田さんどんな風になさっていくのかなと、いわゆるその展望としてお伺いすると少し聞き方が大げさになってしまうんですけど、今後こうどんな風に今の活動の広げ方なのか、そこに限らず、過ごし方や暮らし方なのか、どんなことを大事にどんな風になっていこうとされているか、ちょっと今後に対するイメージも最後お伺いして、僕らはそこにこうエールを送る形でちょっと場を閉じられればと思うんですけれども、少し今後について考えてらっしゃることをお伺いできますか。はい、そうですね、なんかスタンスとしてまず大事にしたいのが、さっき話していたようなしがみつかないというか、もちろんもっと今やってる仕事を広げていきたい気持ちもあり、本来の夢、もともとの夢として持っている、まあ、新人賞とか通過して本を出版して作家としてデビューしたいっていう夢とかもあるんですけど、まあそれを同時に手放して生きていきたいというか、そうならないと幸せになれないってことは絶対にないと感じているので、やっていきたいなとか、こうしていきたいなと思いつつも、まあそうならなくても別に多分他の幸せも作っていけるっていうスタンスで、こうちょっとこう距離を置いて、もっと流れに従っていたいというか、まあ、今の仕事をしていく中でそれがもっと広まっていくのであれば、まあ、そこに運命があると思いますし、まあ、なんか依頼が減ってきて、あ、なんか続かないなって思ったら多分違う方に進めっていうことだと思いますし、こういった形で今の仕事を続けていきつつ、その都度こう舞い込んでくる流れに従って、全てを想像するよりかは、なんかあんまり予想できないような未来に運ばれていった方が楽しいし面白いかなっていう感じで生きていけたらと思ってます。ありがとうございます。今いただいたような感覚とかイメージ、なんかそれでこう改めて流れ着くところは、ご自分でも予想だにせずとも、なんかそのプロセスもそうですし、行き先もすごくこう楽しめるものが待っていたり、むしろこう楽しめるようにしていくと行き着くところが予想外で、やっぱり面白いだろうなというふうにも伺えたので、なんかそのあたりは生き方やあり方や、こう自分にとってのコンセプトとして共感するなと、できるなという方は、
なんかぜひあのこの機会にもしかしたらこのバーに遊びに行くとお会いできるかもしれないですし、あのそれこそあの自分にとっては改めてない考え方だったなと思う方にとっては新しいエッセンスとして、お受け取りいただけると嬉しいなと思って伺っておりました。では改めてあっという間に時間が過ぎてしまいまして、今回は、村田さんをゲストとしてお呼びをして、これまでの歩みとここから得られたエッセンスをちょっとお裾分けいただける時間となりましたので、ぜひまたこの後動画をご覧いただく方、記事をご覧いただく方、ぜひなんかいろんな切り口でご自身の切り口でちょっと読んでいただいたり見ていただけると嬉しいので、ぜひとも受け取っていただければと思います。では改めてこの収録のお時間はここで閉じさせていただければと思います。改めてありがとうございました。ありがとうございます。